はい、皆さんこんにちは、木の部の高橋です。今日は皆様に千枚漬けの漬け方をお教えしようかなと思っています。で、千枚漬けにカニとかエビとか、はたまたですね、ちらし寿司とか、そういうものを巻いて、召し上がっていただくような冬ならではの一品をということで、いいカニが入りましたので、カニの足をふんだんに、千枚漬けに巻いて三杯酢のジュレをかけて、なおかつですね、冬場ですので白味噌をベースとした玉味噌を作って、それと一緒に、冬の味覚をご堪能いただきたいと思います。はい、それではまずカブラを、切っていきます。まず根っこの方を落とします。それからここの周りを剥きます。カブラが筋があるので、筋の内側まで剥いてください。こんな感じで剥いていただいて、それからまたこちらも、このように剥いていただくと。で、まだこれ剥いてもちょっとこう筋が残ってるので、この筋の内側までさらに剥いていきます。これぐらい剥いて、ここも同じように剥いてしまいます。それからこちらの方も同じように剥いて、こんな感じで剥いておいてください。で、このように、スライサーを用意しまして、手でこう塀でも結構なんですけど、ここ持ち手なので、ここの持ち手でこういうふうにスライスしていきます。こんな感じで、ここはもう持ち手なのでこれでおしまいです。なので、こんな感じで綺麗にスライスできます。こういったトレーにまず塩をして、こんな感じで並べて、でまた塩して、2、3時間置いておいてください。そのままの状態で2、3時間置いておけば大丈夫ですか？はい、それでは千枚漬けをつける、酢を作っていきたいと思います。こちらのお鍋に順番に入れていきます。水、それから、みりんで、米酢、それからお砂糖で、昆布を入れて、あと鷹の爪ですね、これも半分ですね、入れて、火にかけます。で、中のお砂糖を煮溶かしていただいて、沸かしてアルコールが飛んだら、自然に冷ましておいてください。昆布はもう利尻でも結構ですし、真昆布でも結構ですけども、割とこう真昆布が出汁が早く出ますので、ちょっと幅広の真昆布を使われるといいかなと思います。で、置いたものがこんな感じで、水分が出てきて、割とこうしなっとした感じになります。これが千枚漬けの仮漬けです。水気を切ったかぶらを漬けていきます。これが本漬けです。で、まずは昆布を下に引いて、このように並べてください。で、上から甘酢をかけて、昆布をこんな感じでつけておいてください。本漬けは、冷蔵庫で一晩つけてください。はい、ではこんな感じで千枚漬け1日置いて、とろっとこう粘りが出るようになってますので、そこから
水気をこのように切って千枚漬けを用意します。でこれを、4枚並べて、その上にカニの身を並べます。こんな感じで並べてください。でその上にもし味噌があれば、味噌を上に乗せてください。まあ、なければないで、乗せなくて結構です。こちらが菊の花を湯がいて甘酢につけたものです。でこれは酢水で湯がいてください。酢水で湯がかないとアクが出ます。こんな感じで並べてください。でこの上にちょっとほぐした身、まあ胴の部分とかですね、その部分を乗せていただいて、でちょっとこう手で形を取って、でかぶらでこう巻いてください。ちょっと軽く押し込みながら巻いていただくといいと思います。これは巻き巣とかラップとかは使わない方がいいんですか？そうですね、これは直接このまま巻いていただいてふわっとさせてる方が口の中でカニの身がほぐれますので、あんまりぎっちり巻くとそのカニの身が固くなりますから、ふわっとした仕立てでいいと思います。でそれを、適当な大きさに切ります。まあご自宅ですので、こういう端っこはちょっと包丁でこう押さえていただいて、まあ端っこも食べるようにしていただいたらいいと思います。まあ切りやすいのはまずこの大きさですと、だいたいまあ半分に切って、それからこう斜めに切っていただくとこんな感じのカニの身になりますので、これがこうふわっと仕上がっている方が美味しいですから、こちらはまあ例えばまっすぐ切っていただいて、こう縦で盛り付けていただくという感じでも綺麗かと思います。では白味噌をベースとした玉味噌を作っていきます。まず白味噌をボウルに入れます。それから卵黄、こちらもボウルに入れます。お砂糖を入れます。でよく混ぜます。そこにお水を入れていきます。それからお酒も入れます。でこれを鍋に入れます。で弱火で火にかけます。だいたい卵が40度ぐらいから固まってくるので、それぐらいからは火はゆっくり通すようにしてください。まあ、急激に温度を上げると、卵だけが固まっていくので、すごく舌触りが悪くなります。卵はもう完全に固まるのが、まあ、70度ぐらい近辺なので、まあ、そこまではゆっくりと温度を上げていくようにしてください。まあ、このようにまあゴムベラで結構ですので、
できるだけこう攪拌しながら、そこがあの温度がすごく上がりますので、攪拌しながらあの火を通していくようにしてください。味噌はあの玉味噌はもう少しあの固く仕上げてもらっても結構なんですが、まあ、この料理の場合はドロッとかけたいので、まあ、これぐらいの柔らかさで揚げていただいたらいいと思います。普段まあ常備食として玉味噌を作っておく場合はもう少しあの火を通していただいた方がいいと思います。まあ、これぐらいであの冷めてくるとすごく固まってきますので、これぐらいで揚げていただいたらいいと思います。はい、それでは三杯酢を作っていきたいと思います。こちらのお鍋にまずは昆布入れます。それからお水、それから米酢、うちはあの米酢を使います。それから薄口醤油、それからみりん、それから、お酒を入れます。一旦沸かしてから、軽く酢気を飛ばします。米酢にすると米に合わすこともできますし、独特のその香りっていうのがあんまりこう強くないんですね。で、あの少しこうあの乳酸って言いますか、日本人が好きな発酵の香りがするので、非常にまあ野菜とも魚とも合わしやすいので米酢を使っています。で、穀物酢になるとどちらかというとサラダとか、ちょっと酸味が強い部分があるので、まあ、寿司酢で使うよりもむしろ、野菜のその仕立てをするときに穀物酢を使うのがいいかなというふうには思います。沸いてアルコールが飛びましたら、火を切って自然に冷ましておいてください。一旦冷ました、三杯酢、こちらに、板ゼラチンを入れます。だいたい1リットルあたり14グラム入れてください。これはあの400ミリリットルなので、だいたい5グラムぐらいの板ゼラチンを入れました。で、これを煮溶かしていただいて、で煮溶かしていただいて、だいたい温度が80度ぐらいまで上がりましたら、もうこれも氷水で冷ましておいてください。それではあの盛り付けに入ります。で、先ほどの、三杯酢の煮こごりを掛けていただいて、それから先ほど練った玉味噌、こちらを手前にのせて、で最後に季節の柚子をおろし金で吸っていただいて、これを散らします。はい、これで出来上がりです。作ったし食べてみて。はい、いただきます。まあ、要は店でもこういうのはやってるやん。普通やったらさ、はい、あの聖護院株とかやるけど、はい、あの今回はその番組は日派の人でも若干できるようにっていうので、あの小さい株でやったから。分かりました。ちょっとその株の甘みがないしな。いただきます。ただしちょっとこう砂糖もちょっと多めにかけたっていう感じやね。うん、そうですね。いつもちょっと甘みもありって、はい、株のその食感とそのカニのその、はい、ほぐれ感がすごいええかなと思ってて、あ、確かにギュッと締めるよりもそのふわっとしてて、はい、口の中でほぐれる感じがいいから、うん、まあその白味噌もちょっと甘めに振ってあるから、あ、それと一緒に食べるとこう冬らしいかなっていう感じやんな、基本的には。そうですね、はい、
そんな感じがします、うん、でまあちょっとそれもう一口食べてみて一回気の利いたセリフ言うてみ今みたいな食べてみてその料理の評論みたいな料理人ってさその言語化するっていうのが大事で食べた時にどう思うかみたいなのを美味しい以外の言葉で、はいはい、その美味しさを表現するのがよくてはいはいスタートなかなかハードルがいただきますその味噌の今つけた分量っていうのは自分で決めてその味噌の分量なんてはい1回目食べて、うんまあ、大体これぐらいつけたら、うん、理由は全体のカニの味もするしカブラの味もするし、うん、でお味噌の風味もするぐらいの加減で今ちょっと自分でつけた、うん、で今の味はどんな感じだったそうですね思ってたらもうちょっとお味噌つけて食べた方が最後ちょっとお味噌の香りもしたかなちょっと少なかったかなっていう、うん、じゃあ俺が大体もう例えばこれも食べた感想を言うとすれば、はい、一番初めにその一旦そのカブラの甘い感じが口の中に広がってきて、はい、ですごく優しくカニが巻いてあるので、はい、カニが口の中でほぐれて、はい、お味噌と中の菊の花の酸味が後から出てきて、はい、でそこに白味噌の甘さが非常に上手に絡まってきて、はい、最後その全体のバランスとしてこの柚子の香りが非常にそのカニの風味を際立たせてるっていうふうに言うねああ100点ですそやろそやから結局料理の能力と、はい、その料理を表現して言葉にする能力っていうのは比例してるから、はい、料理50点ぐらいは50点で、うん、50点もらえて、うん、という感じです、はい、大丈夫ですか大丈夫ですかカニ以外にもいろんなものがあるっていうふうにおっしゃったんですけど、はい、他にどんなものだったら結構合わせやすいそうですね基本的にカブラに合う素材であれば何でもいいので当然こうエビとカブラって炊き合わせもしますし具足煮って言ってカブラと伊勢エビと白味噌で炊き合わせにすることもありますしですから甲殻類一般は合うと、まあ、当然ホタテ貝とかもそうですしであとまあ白身魚にするのであればお野菜を少しナッパこれから出てくる菜の花とかそういうものを一緒にこう巻いていただくと非常に味わい的にはバランスが取れてくるんじゃないかなというふうに思います日本料理アカデミーでは料理技法を科学的に解説する書籍シリーズ日本料理大全を刊行しています魚のおろし方、鶏のさばき方、野菜の切り方など向こう板の館で紹介している切る技術のエッセンスを動画でも紹介していく準備を進めています動画の詳細、本のお問い合わせは概要欄をご覧ください店の木の部というのは四条烏丸からすぐ歩いたところにありまして、皆さん京都駅からでも近いので、ぜひうちどころにも食べに来ていただきたいというふうに思います